プラス A をご覧の皆さん、ミュージカルモンティパイソンのスパマロットフューチャリングスパムに出演いたします、小関裕太です。キー、嬉しいっていう字ですね。舞台は例えばこう映像作品とかラジオドラマとかと違うのは、実際に本当にその役が同じ空間に目の前にいるっていう臨場感が舞台にしかない良さだと思うので、その臨場感、そしてワクワク感、あと緊張感が僕は大好きですね。福田さんは以前、ドラマではご一緒したことはあるんですけど、その時の印象で言うと、とにかくいつもこう笑顔でいらして、何でもやっていいよってか、なんかやってねっていう、こう優しい、芯のある優しさを感じます。以前共演したことあるんですけど、新妻聖子さんですかね。自分が21歳の時なので、この今日の撮影から換算すると4年前になるんですけど、4年ぶりの共演で、新妻聖子さんはもう変わらず、素敵なままですけど、僕自身は多分変わったと言いたいので、変わってる、変わったねっていうのを言ってもらえたら嬉しいなと、楽しみにしてます。本番前は割とこう劇場に早く入る方で、早く入って、早めにストレッチ、それからまあトレーニングだったり確認事をして、もずくスープを本番前に飲むっていうことが多いです。ちょっと休まる、リラックスタイムを作るっていう意味です。趣味王です。とにかくこう趣味をすることが好きで、趣味をすることが趣味なんですけど、何でも初めてのことにチャレンジして、それを深めていくっていう作業が、とにかく大好きなので、それが誰かに勝ってる、劣ってるっていうわけではなく、それが好きっていう思いが、誰にも負けない部分かなと思います。どこでもドア、できるだけ時短で過ごしたいので、会いたい人、行きたい場所に、少しでも早く着くという能力を手に入れたいです。感情が嫌です。とにかく感情が嫌だ。エンターテインメントをやれてることによって、やっぱこう届いた瞬間のお客様の笑顔が、切れ事なしに、なんか一番やってよかったな、嬉しかったなって思うタイミングなので、常になんかそうなっていただけるような、自分がワクワクする何かを探しています。ワクワク。歌って踊れる大工さん。子供の頃よりも子供っぽくなったなっていう変化を最近すごく感じます。あー、さっきどこでもドア言っちゃったからな。どこでもドアを作る力、2つ作品あるんですけど、まずこうミュージカルに携わるようになったきっかけがメリーポピンズっていう作品で、もう一つがハリーポッターなんですけど、とにかくハリーポッターの世界に飛び込みたいですね。未来、まず朝7時入りの、8時終わりで仕事は終わって、その後、仕事もしたけど休日でもあるなっていう感覚が好きなので、お昼から飲んで、趣味だったりとか、なんか次のことを考えず何かをやるっていう時間が好きですね。全く仕事もない休日はあんま好きじゃないので、そう、頭に、一日の頭に仕事があった上で休日を過ごしたいです。ハリーポッター。自分が20歳になってすぐに立てた目標が、素敵な30代になるっていうことなので、なんかキラキラした、後輩くんたちにもたくさん影響を与えられるような、役者さんであり続けたいなと思います。生活してる上でプラスアルファをしてるって感覚が好きなので、いろいろやってるんですけど、毎日欠かさずやるようにしているプラスアルファは、寝る前の開脚ですかね。寝る前ストレッチすると次の日の朝すっきり起きれるので開脚です。福田さんとご一緒するの久々なんですけれども、
舞台でご一緒するのは初めてでして、舞台は他の映像と違ってリハーサル期間が、稽古期間がとにかくあるので、毎日同じセリフを同じ役をやり続けてやり続けて、福田さんの持ってらっしゃる面白パワーをたくさん吸収したいですし、今回共演させていただく方々、おのおの僕にとってのすごく尊敬する方々なんで、今まで作品だったりとか背中を見ていた先輩方なので、その方々と同じステージに立てるので、エネルギー負けせず、とにかく大爆笑できる、1月2月過ごしたいなと思っています。